吉井之君自由民主党の吉家裕之です本日は私からは領土そして教育問題そして啓蒙この3点の角度から質問をさせていただきたいと思います私も久しぶりにこの沖縄北方委員会に戻ってきたわけですけれども以前この委員会の質問のときに領土の問題について特に 世界中で発行されている地図の中の北方領土の扱いの問題について質問させていただきましたえ国会議員になってから多くの国々の多くの地図集めてチェックいたしましたが実は世界全図の中でそのほとんどが北方領土の色分けがロシア領になっているという問題を指摘しました,また、えー 丁寧な正しが決まってオキパイトバイロシアシンスナンティフォーティファブカンマクレームドバイジャパンこの領土は1945年以来ロシアにより占領されているここまでならいいんですよねその後カンマクレームドバイジャパンと日本が文句を言っていると非常にまあ失礼なあの記述のある、まあ、国際的に見てもあの領土は我が国固有の領土であって不法占拠は明らかに 当時ののソ連現在のロシアなわけですしかし、まあ、民主党政権になったら、党が変わって、不法占拠という言葉は使わないと、法に基づかなく占領されているというような、あの意味の分からない日本語の使い分けしていますけれども、この地図の調査のことを当時、外務省にお伺いしたら、昭和50年代に行っただけで、まあ、近年は全然行っていないというお話もありました。ぜひ リーダーシップをとって、ですねこの世界の地図で北方領土や、あるいは尖閣諸島、あるいは昨日も予算委員会の中で、えー、同僚の佐藤議員が指摘してました、グーグルマップの中では竹島が韓国の領土としての扱いの中で出ている等々の問題が今、多発していますけれども、ぜひともこの世界の地図の調査を大臣からこう指示して、内閣として行ってみる、そんな意思は終わりではないでしょうか。川端大臣 あの例示されたようなことは極めて遺憾なことであるというふうに私も思います、ただあの、まあ、役所、役所でそれぞれ別に立て割いていくではなくて、所掌分野がございますので、えー、外国の地図を調べるということ自体は、おそらく外務省の仕事か内閣にすのす事が来るなと思いますが、そういうご指摘があったことは、内閣の一員として関係者に私はお伝えをしておきます吉江君。えー、そういうい消極的な姿勢だから ダメなんですよぜひですね、河原大臣からこれは大事な問題だから、各省庁も含めて、しっかり外務省も含めてしっかりと調査しなさいと、しようという形の発信があって、初めて物事って動くわけですよね、だからぜひそういうこと、しっかりと進めていかないと、例えば私もあの外国なんかに行ったときに、すごくここまでやってんだということを耳にするんですが、例えば韓国ですね。 竹島と独島をとにかく教科書で併記してくれとか日本海と東海を併記してくれこれかなり積極的に、まあ、大使館がそれぞれの国に働きかけてその兵器を求め現実にそういう方向になっているしかし一方で日本はどうなのかといえば非常にこの辺についての自己主張が世界に対してはないと私は思っています。もう少しこれれ本腰を入れて それを伝えておきますなんていうレベルではなくてまずしっかりと現状を認識した上でじゃあどう発信していくのかということの戦略を練っていかなければならない時代であろうと思いますその中の一つとして今日 NHK さん呼んでおりますがちょっと NHK さんに質問したいと思います私も北海道に12年暮らして一番最初に指摘されたのが生徒からだったんですけども私社会科の教師高校の教師で北方領土問題について教えた時に あるる生徒がこう質問すすんですねなんでじゃあ、日本の我が国ういの領土なら、天気予報で北方領土の天気がないのって、確かに天気予報を見てても根室まではあるんですよね、でも北方領土の天気って全くない、元島民の皆さん、本来住めたはずのふるさとから強制的に追い出されて、ですよせめて自分のふるさとの天気が曇りなのか、晴れなのか、雨なのか。 そんなことをチェックできるべきであろうと思いますが、また尖閣も同様、そして竹島も同様であろうと思います、NHK は受信料を取って、公共放送として運営している放送局であります、だからこそ、しっかりと我が国の主権に関することは、しっかりと発信すべきであろうと、私は考えますけれども、NHK の天気予報に、例えば北方領土、あるいは尖閣諸島の天気予報がないというのは、この理由を NHK 教えてください。 日本放送協会カナダカナダ専務理事。NHK ではですね、気象庁が発表する予報を基本にお伝えしております。気象庁が定めます府県予報区では、北方領土は北海道の根室地方に含まれております。また尖閣諸島は沖縄県の石垣島地方に含まれているということでございまして、従いまして。 根室地方の天気予報をお伝えするときは、北方領土の天気予報を含んでいるということでございます、また石垣島地方の天気予報は、尖閣諸島の天気予報を含んでいるおりまして、それぞれの天気予報をお伝えしていると、そのように考えております吉井君、何を言ってんだという話ですよ、いいですか、北方領土は不法占拠されているわけです。 竹島これも同様、そして尖閣諸島、今、懸案を抱えているわけです、つまり、外国にいる例えば日本人が、まあ、国際放送をしているのは NHK だけですよね、外国にいるに日本人が見れるっていったら NHK しかないわけですよ、基本的には。また、同じように、そこにしっかりと天気予報をすれば世界に反信されるわけですから、世界中の国々にこの領土は日本の領土だということも当然明示できる。 わけけですけれどもその部分、天気予報さえしなかったら、これ、例えばロシアの人が見たら、どう思いますかね、つまりこうこうい公共放送なわけですよ、で受信料、えー、地上契約で、えー、月々2690円、衛星契約で4580円、人々、国民からお金を出して、そして作っている放送局なわけですから、我が国の主権に関することは、えー、きちっと、えー 報道すべきだしまたあの、島民の引き上げ者の方も、年齢、平均年齢80代後半なわけですよ、でいつも天気予報を見るたびにあの、北海道の北方領土の地図見るわけですね、その中で、こういう形ですっていうことをあえて発信していく、誰かに丸投げではなくて、公共放送という位置づけの中でしっかりと発信していく、そういう必要性は、NHK としてはお感じになりませんか。 カナダ専務理事先ほど申し上げましたけれども、NHK は実は気象業法に定めます予報業務の許可を受けておりません、従いまして、自ら天気予報は行っていないということであります、そういうことから気象庁が発表する違報を基本にお伝えしているということでございます。吉江君ちなみに これちょっと私、あの調べていて、ちょ,ちょっとあの疑問に思って、えー、質問させていただきますが、NHK、引き続きね、地上契約、2690円、我々払っているわけですけれども、沖縄は1190円なんですよね、この理由を教えてください。カナダ専務理事 経緯から申し上げますと、沖縄の返還の際にそのような措置を講じ、現在までそのようにしているということでございます、吉井君まあもう返還からずいぶん経ったわけですけれども、まあ、衛星契約も半額の2135円という形ですよね、これ、やはりまあ沖縄の返還のときの事情等々、インフラ整備が遅れている等々、さまざまな問題があったと思いますが、これ、 この見直すという考え方は、ございませんか、教えてください。金田専務理事。えっと、現在の、今年、あ、来年度、二十四年度の、予算の中でもですね、同様の措置を講じるつもりでおります。吉井君。あの、沖縄返還の時は衛星放送ってないわけで、衛星契約も、えー。四千五百八十円が本来のところが。 2135円なわけですけれども、これ、先ほどの説明では、返還時にそういう特例を設けて行っていると、でも衛星放送はもう返還時とは切り離して考えるべきだと思いますが、いかがですカナダ専務理事、現在はそのような考えで行っているということでございます。吉井君 どのような考えか教えてください。全くわかりません。変換時からそのようになっています。現在はそのような考えで行っております。それ全く答弁になったので、もう一度お答えください。カナダ専務理事、あの変換まではですね、N.H.K. の N.H.K. という日本あの放送法が及ばない領域だったということから、その変換のに基づいたときに N.H.K. としてそのような受信体系を構想し、それ以来伝統的に。 沖縄については別料金をお願いしているということでございます吉井君まあ全然説明としてはよくわかりませんけれども、まず、ですねこのぜひ世界中に国際放送していて、今、えっと、ロシアの一部以外はほとんど NHK は放送されてますよねで、その中でしっかりと国民がお金出して運営している、放送しているものですからね。 しっかりと主権に対してのアピール、主権に対しての意思というものを、例えば天気予報という形も含めて。私は行っていくべきだと思いますが、川端大臣いかん、お考えになりますか。川端大臣。あの。N. H. K. の天気予報に関して、えーまあ、放送番組の中身に関しては、この。放送法でですね、放送番組は法律に定める権限に基づく場合なければ。 何人からも干渉され、または起立されることはないということがあります、そういう意味で番組の中身に関して政府の立場、取り上げ政府の立場で、えー、コメントすることはできません、今、先生がおっしゃる背景、ご趣旨は私なりによく理解いたしますが、そういう番組の中身に関して NHK がどうかということ、それから受信,受信,受信料の <laughs> 経緯等々に含めましても NHK がご判断をされていることだというふうに思っております。吉井君 また弱気で後ろ向きな、いいですか、NHK が気象庁の発表をそのまま流してるわけでしょ、じゃあ、気象庁にしっかりと北方領土の天気と、尖閣諸島の天気と、竹島の天気、これをしっかりと作りましょうって言ったら、そのまま NHK では流すわけでしょ、気象庁がそういう天気予報を出したら、それをそのまま NHK で流すってことでしょ、NHK、どうですか。金田専務理事 先ほどから申し上げましたように、気象庁の情報を基本にお伝えしているということでございます吉江君つまり、気象庁にちゃんと言えばいいじゃないですか、これ政府の方針として、あるいは沖縄北方大臣として、これはやっぱり世界中の人が見ているものだからこそ、しっかりと気象庁をやりましょうといえば、済む話であって、放送の内容について介入するものではありませんなんいう、全くピント外れの私は答弁であろうと思っております。 さて、えー、その上で次の、えー、質問に移らせていただきますが、えー、国交省、まずお聞きしたいと思いますが、えー、国土交通省は、えー、国の補助事業として、えー、財団法人アイヌ文化振興研究機構という公益法人等々に行くお金の中から1、えー、億800万円の補助金、えー、国交省の予算としてつけていますけれどもこの目的は何ですか 国土交通大臣官官房青木審議官お答え申し上げます国土交通省より財団法人アイヌ文化振興研究推進機構に対しましてアイヌ文化アイヌ民族に関する普及啓発活動を行うための補助金を交付いたしております吉江君国交省がど,どのような普及啓発活動をするべしといってこの 1億円以上の予算をつけているのかその内容手短に教えてください青木審議官お答え申し上げます、えー、マイクをちょっと合わせてくださいマイクお答え申し上げます、えー、例えばあ学校教育におきまして、えー、副読本の作成をおお支援援助いたしておりますまたさまざまな文化活動に対する援助も行っておるところでございます吉井君 国交省なんで学校の副読本に対しての補助金を出すんですか青木新官、えー、これはあの愛の文化振興法制定当時の経緯に関わっておると承知しておりますが普及啓発活動は国交省の所管であるという整理が当時なされたものという理解をしております吉江君まあさらに文部科学省お尋ねします文部科学省は同様の補助金23年度ベースでどのくらい出していますか 文部科学省布村初等中等教育局長この財団法人アイヌ文化振興研究推進機構に対しまして文化庁の補助としてアイヌ語の振興あるいはアイヌ文化の振興につきまして補助事業を行っております吉井君え、二億円ですねおよそ二億円の額が予算付けで、まあ国交省と文科省でおよそ三億それから、えー 道からも出て、こういう服毒本が、えー、北海道の子供たちに配られて、そして学習が行われているわけですけれども、この内容をですね私、見てて、ちょっと驚いたんですね、こう書いたんです、今、私の驚いた部分を抜粋して読みますね、日本国民には和人アイヌ民族、ウィルタ、ウィルタでカラ樺太で暮らしていた人々ですね。それから 在日韓国朝鮮人、さらには世界各地にデジを持つさまざまな民族が含まれている、これ読んでちょっと私びっくりしたんですよ。だって、在日の人たちは外,外国人でしょ日本人っていうのは日本国籍を持つものなわけですよね。これ、学校の副読本で全部子供に配られてるんですよ。在日韓国朝鮮人これ 日本国民として教科書、副読本に書いてありますが、川端大臣、いかかが考えになりますか川端大臣、あの北方大臣としてお答えするものではありませんと言って、後ろ向きだと言われるかもしれないませんが、立場としてはそういうことです、ただ、あのご指摘の部分は私も資料として見直していただきましたが、えー、この文章は、例えば日本国民といった場合、それは日本の国籍を持っている人のことを指すが、 決して単一のの民族を指すものではない現在、日本国民には和人、愛の云々ということで、民族を踏まえているという意味で、文脈から言うと、日本国籍を持っている人のことを指すということを言った中で、こういうふうに言っておられるということでは、国籍を引きされたことを言っておられるんだと思いますが、誤解しやすい表現であることは事実だと私も思いました。吉江君誤解しやすいじゃなくて 誤解じゃないんですよこれ,これ革新的まあ北境祖もこの教材をもとにどんどん進めていこうとあのいう形で、あの北京という内部資料であの一生懸命啓発活動を行ってますが、これ、確信犯ですよ、日本国籍を持つ人が一般的には日本国民と呼ばれてるが、現在、日本国民はそれだけじゃないんだと、在日韓国、朝鮮人、もう世界各地のデジを持つさまざまな民族は日本国民なんだって。 書いてしあごめんなさい、羊があるのは日本国民なんだという形で書いて、これをまあ莫大な予算で書いているわけですから、これね、もう一度、中身について考えていただきたいんですね、これ、私はアイヌの人たちとの共生というのは何よりも大切だと思ってますよ、思っていますけど、これ、敵対あおるような内容なんですよね、日本人がとんでもないことした、とんでもないことした、こんなことした、こんなことした、その部分を教科書で反省するならまだしも、内容としてはもう、 日本,を全日本人を全否定して、そして、まあ、アイヌの人たちのことだけじゃなくて、ですよさまざまな問題、差別の問題っていうのは教えていくのは大事ですけれども、さらにこんな、こんなことを堂々と書いてしまうというね、私ね、こういう金は出すけれども、中身は知らない、中身は関係ないみたいな補助のあり方っていうのは、もう一度検証しなければならないと思っていますので、この問題、引き続き聞いてまいりたいと思います。ありがとうございました